協定は首都直下地震などの大規模災害に備えたもので災害でガスの供給や通信に障害が起きた場合被災状況の共有や復旧作業の拠点となる全線基地の敷地を提供し合うことなど早期復旧へ向けた両者の協力体制が定められています。今日千葉市内でで、行われた協定の締結式で 慶応ガスの船木隆供給本部長は障害が起きても少しでも早く復旧させるのが使命同じライフライン事業者として協力していきたいと連携強化の重要性を強調しましたまた NTT 東日本の坂井真知子千葉事業部長も千葉県は広いので 互いの物的・情報資源を共有していきたいと話しました。